会社の名前にもなっているあのヘリカル方式という核融合炉の方式があるんですけれども、最短で2034年発電をする世界初のずっと動くタイプの核融合炉というのを作ろうとしています。少ない燃料、しかも海水から取れる燃料で発電ができるので無尽蔵のエネルギーと言っていいと思います。聞きたかったんですけど、ヘリカル型の特徴っていうのは、ねじれた磁石の籠を作らないといけないんですね。で、はい、その時にコイルをもう最初からねじってしまうというのがヘリカルで、あ、なるほどね、はい、一回作ってしまえばもうプラズマが勝手にねじれた形になってくれるので、まあ、すごく安定してつけること、まさに蛍光灯みたいにつけることができるんですね。はい、堀江さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速ですね、今回のゲストをご紹介します。株式会社ヘリカルフュージョン共同創業者で代表の田口隆也さんと取締役の、後藤拓也さんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回は核融合の、スペシャリストお二人をお招きして、人類最大の夢、核融合の全貌と題し、実用化されれば人類を大きく変えるとされる核融合研究の現在地を徹底解剖します。核融合がわからない人に向けて簡単にご説明していただいてもよろしいですか？そうですね、やっぱり少ない燃料、しかも海水から取れる燃料で発電ができるので、もう実質これは無尽蔵のエネルギーと言っていいと思います。そしてあとやっぱりまさか核っていう言葉がつくので、やっぱり怖がる方も多いんですけど、そのまあもちろん原子核の反応を使っているところは事実なんですけども、いわゆる今の原子力発電所と違って、高レベルの放射性廃棄物、要するに何万年も管理しなきゃいけないものは出さないですし、あとそれから暴走するような事故は絶対に原理的に起きえないので、まあ、そこはやっぱりすごく安心して長く使ってもらえて、まあ、再生可能エネルギーももちろん大事だと思ってるんですけども、まあ、でもやっぱり欲しい時に欲しいだけのエネルギーを出してくれるものって大事だと思うんですよね。まあ、そこがすごく魅力的でかつ大事なところかなと思ってます。聞きたかったんですけど、そのヘリカル型の特徴っていうのは、あ、そうですね、これ多分型がまず3つあるわけじゃないですか、はい、大きく、まあ、トカマクヘリカルレーザーレーザーとある中で、はい、ぜひヘリカル型の特徴ぜひ教えていただければ、はい、ヘリカル型の一番大きな特徴は定常性に優れているということで、まずトコマクとヘリカルという2つがその磁石の力を使ってプラズマを閉じ込める方法なんですけども、ねじれた磁石の籠を作らないといけないんですね。でその時にプラズマ自身にねじれさせるっていうのがトコマクで、コイルをもう最初からねじってしまうというのがヘリカルで、あ、なるほどね、はい、そこは大きな違いで、これ基本的にはヘリカルとトカマクってねじれさせ方というか、結局そのプラズマをねじれさせるっていう意味では同じなんだと思うんですけど、はい、エネルギーの取り出し方も同じなんですか？まあ、全くそこは同じですね。そこは同じで、ブランケットっていうところにエネルギーが行って、はいはい、そこで水を温めてタービン回すと。そうですね、まあ、水を使うかどうかはまたいろいろ設計によるんですけ ど、ね、まあ、何かしらものを温めて熱を取り出すっていうのは一緒ですね、はい、そこの技術課題っていうのはもう解決されたんですか？そこはですね、まだ未解決の部分もあって、うん、一番難しいのはその核融合で出てくる中性子、うん、まあ、むしろこちらを受け止めてそのブランケットで受け止めて熱にするんですけど、うん、その中性子ってすごくエネルギーが高くて、うん、中性子そのものは例えば原子力発電所とかからも出てるんですけど、うん、エネルギーはすごく高いので、うん、材料に当たった時にどういうことが起きるかっていうのが、うん、まだ完全には分かってないんですね、正直に申し上げると。でそれを調べようと思うと核融合を起こさないといけないんで、核融合炉がないといけないっていうことになって、これ矛盾してますよね、うん、核融合炉に使う材料を調べたいのに核融合炉が必要っていう状態になってしまっていて、まあでもなんか何発かみたいなすごい高エネルギーの中性子を出したりすることは可能じゃないですか、はい、そういうのを使って材料実験をやったりとかして、そうですね、ちっちゃい体積のところで材料実験をしたりとか、それは今地道に進めていて、ただやっぱり材料の特性を調べるのってすごく時間がかかるので、はい、まあ、そこを苦労しているところではありますね、まあ、具体的にはどんなものを使うんですか？まあ、これはもう本当に設計に依存してまして、例えばイーターはまあ比較的鉄に近いような、うん、ただ普通の鉄をそのまま使っちゃうと放射化っていうんですけど、その中性子が当たるといろんな放射性物質ができちゃうんですね、うん、変化してしまって、うん、のでちょっと鉄の中のその、まあ、鉄というか鋼ってその鉄にいろんな不純物を混ぜてその強度を高くしたりとかするんですけど、うん、その不純物を
をうまく選んであげると、うん、その放射化しにくい、まあ要は半減期が半減期の短めの、まさにそうです、半減期短めの金属が、まあ、金属放射性同位体ができるような設計にすると、はい、そうですね、そういうものを使うのがまあ一番スタンダードなんですけど、うん、弊社はそうではなくて箱をどうするかはちょっと今材料いろいろ選んでるんですけど、まあ、その表面をもう液体金属で覆っちゃおうっていう発想で我々はやってます。いや、もうでもじゃあ結構近いんじゃないですか、実用化。そう思ってます、ね、そう思って、はい、頑張ってます。ちなみにその3つの型の中でこう実用化が近い、例えばそのレーザー式ですかは結構アメリカでみたいな報道があったりするんですけど、実際どうなんですか。レーザーはちょっと筋悪だよねまあ用途にもよると思いますしね、うん、はい、レーザーは確かにすごい入力したものより出力の方が大きかったと大ニュースがありましたけども、やっぱり一瞬なので本当に1秒の何分の1とか何万分の1みたいな瞬間的な転換になるので、発電インフラとして使うにはまああんまり向いてないかもなという見通しはあります。で、まあ、対してその磁場閉じ込めトカマクとかヘリカルっていうのは定常運転を狙って作られているものなので、発電プラントだったらまあこの方式、さっき後藤が申し上げたように特にヘリカルは安定運転に向いているので、はい、我々としてはこれが一番かなと思ってますね。でこれ実用化すると世の中変わりますからね。結局人類の文明ってそのエネルギーをいかにその安価に大量に取り出すかみたいなところが発展の礎になってるんで、まあ今は主に化石燃料からそれを使ってるし、まあ戦後はそのウラン、プルトニウムを使った核分裂のエネルギーを使った発電が実用化されて、やっぱそれはかなりその文明のその発展みたいなところに貢献してきたと思うんですけれども、もうちょっとフェーズ変わりますからね。核融合ができるようになると。はい、うん、なので、まあ、無限に言ったらあれなんだけど、エネルギーをどんどん作れるようになってくると、はい、まあ、それこそ太陽の光を、太陽ちょっと遠いところにあるんで、大量光のエネルギーを取り出すのは、めちゃくちゃ手間がというか、効率が悪いんだけど、それを手元に持ってこれると、太陽光発電が、めちゃくちゃこう効率よくなるみたいな感じに近いですよね。でこれヘリカリ型のその大体その10分の1規模の装置というのが先ほどお話があった2034年っていうことで、これ国内でそういったものですか。日本にできれば作りたいですけれども、はい、まあ、そこは日本のためにもちろん作りたいですが、それで遅くなったらあまり意味がないので、はい、まあ、ちょっとそこの最初の本当に初号機をどこに作るかっていうのは一応オープンには考えています。なるほど、はい、その規制の問題ですとか、そうですね、はい、そんな危険なものじゃないですけどね。わかんないですからね、普通の人はね。はい、まあ、日本が、まあ、そういう特区なのかわからないですけど、なかなかそこは今、どうなるかまだわからないですね。そうですね。特にまあ日本はやっぱり核に対しては敏感な国ですんで、それで待ってて、2040年、50年って遅れてしまうぐらいであれば、先に違うところで試して、ちゃんと安全性も確認して、日本に持ってくると。いうことをやった方が、日本での実装も、まあ、最速でできるかもしれないので。それこそでも、こう、働きかけをしていきたいところですよね。国内でやった方がね。めちゃくちゃ楽しみです。そうですね。本当に。どうなんですか、この世界との競争みたいな話で言うと。いや、今、熾烈な争いが、繰り広げられてます。で一番上に書いてありますコモンウェルスフュージョンシステムズはMIT からできた会社ですけども、もともとやっぱり MIT の研究レベルが相当高かったのに加え、やっぱりアメリカの大富豪たちのお金がどんどん入ってきて、はい、研究開発も潤沢にやっていますし、まさに自分たちの装置も今作ってるところで、まあ、我々がやってる高温超伝導もここは力を入れてやっているので、まあ、その素材開発要素技術開発についてもしのぎを削ってるところではあります。ただまあさっき申し上げた連続運転っていうところでは開発が進めば我々の方に利が出てくるんじゃないかなとは思ってます。まあでもちゃんとねこういうところの一角に食い込むっていうのがね、そうですよね、はい、すごく大事なことなんで、やっぱそのこういった産業っていうのは総合力が問われるというか、はい、そうですね、いろんな分野の技術が必要となってくるので、まあそれはただその技術力が高いっていうだけではダメで、その産業としてやっぱり成り立っていかないといけないんで、ここは本当に力を入れて技術開発をすべき分野なのかなっていうふうに思いますね。だからリニア中央新幹線とか、本当静岡県知事がね通さないですからね。いやでもあれは結構僕は由々しき問題だと思いますよ。だから世界に先駆けて民間資金であれだけのインフラを作るわけですから、はい、でも技術的にはね
山梨の実験船でちゃんともう十分な営業運転できるだけのノウハウを蓄積してるわけですから、まあ、作ってほしいですけどね。そうするとね、あの高温調電動の技術開発とかより進むと思うし、一回技術が途絶えてしまうと二度と同じもの作れない。まさに今どんどん縮小されてるんですよね。原子力チーム解散したりとか、あと5年10年で途切れてしまったらもう追いつけない、ね、僕だってあの核分裂炉も作りたいですもん。核融合はまあその宇宙と並んでそういうすごく魅力のあるというか革命的な技術だと思っているので、エネルギー源として単純に捉えるだけじゃなくて人類のなんかステップアップというか。核融合以外に着目している研究領域あったりしますか？やっぱ私核融合だけでやってきちゃったんで、やって聞かれるとパッと出てこない。